はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。この動画ご覧いただきましたでしょうか。そう、見てくれた方はね、知ってると思うんですけど、しいたけを家の中で育てたんですよ、原木からね。で、これ僕が注文したわけじゃなくて、まあいわゆるポンちゃん勝手に注文シリーズっていうやつなんですけど、ちょっと水つけて、あと袋に入れておくだけでもうあと何もしなくてもうすぐしいたけが生えてくるんですよね。ということでね、まあ非常に面白かったので、あのポンちゃんにまたなんか面白いのあったら注文しといてっていう風に言っといたんですけど、そうしましたら、そうしましたら、よいしょっと。早速届いたんですけれども、これね、お手元に届きましたらすぐに栽培を始めてください。今度は一体何の栽培なんだこれは。ポンちゃん勝手に注文シリーズ、頻度上がってきましたよ。今度は一体、何ですかー。これは、森のえのきたけ農園。ということで、なんとですね、またキノコかよってやつなんだけど、これはエノキタケの木ですね。エノキもあんのかい。しかもね、前回に引き続き、ちゃんとね、3つあるんですよ。これエノキも生えるのはすぐ生えてくるのかな。ね、椎茸本当に早かったですからね。はい、ちゃんとね、今回も書いてます。ご家庭で簡単栽培、楽々発生。楽々発生ってなかなか言わないですからね。ということで、まあ届いたからね、じゃあ育てます。さあ、エノキ中身は似ている。せーの、ほい。あ、ちょっと違うんじゃない。ちょっと雰囲気違うかもしれない。まあ、木は木なんですけど、ちょっと違うな。つるっとしてるっていうか、白っぽくて、何も今のところは生えてないですね。セット内容でいきますと、お、なんだこれ、こんなん前入ってなかったよね、土みたいなやつ。なになに、作り方違うの。あー、ちょっと違うかも。これ使うんだ、やっぱり。まあ使うから入ってんだけどさ、そりゃそうなんだけど、これ赤玉の土なんですね。まあそういう種類の土があって、これをかけて使うのか。どちらかというと椎茸よりはちょっと手間がかかります。伸びる期間も椎茸よりもちょっと時間がかかるんですね。あのエノキって結構細いからすぐ生えんじゃないかと思ったんですけど、意外と椎茸より時間かかるのかな。手順通りやっていきます。じゃあまずはね、この袋を開けます。こんな感じで白くなってるんですけど、最初にこの白い部分を取るみたいですね。この上の面をスプーンなどで削り、ブロックの茶色の部分が見えるようにしてくださいということで、なんかこの表面の層を一回剥ぐんだね。はい、スプーン持ってきたんで削っていきます。まあどのぐらい削るかっていうのはよくわかんないんですけど、まあ茶色い部分が見えるまで、あ、すぐ見えるわ。こういう感じだとほら薄いんですね、白い部分は。あの前回の椎茸の時はこういう作業は一切なかったんで、もうこの時点でちょっと違うんですよね。おお、綺麗になった。はい、こんな感じで茶色っぽく綺麗になりましたね。とりあえずこの段階まで他の2つもね、やっちゃいます。はい、同様に作業していきます。はい、こういう感じで全部できました。はい、次はこの上に水を入れます。水を溜めるって書いてあるんで、まあここに溜まるぐらい水入れた方がいいんだよね。はい、それでは水を入れます。おお、どのぐらい、このぐらいでいいか。ということで、こんな感じで、3つとも今水入れました。で、この状態のまま30分待ちます。で、30分待ったら水を捨てるってことですね。しばし待ちましょう。はい、30分経ったので水を捨てます。よし。はい、次これです。赤玉土っていうのかな、これに水を含ませます。こんな感じでいいのかな。一旦水でこうがっつり濡らします。で、水捨ててと。はい、そしたら今、濡らしてきたこの土をこの上に乗せます。で、こう、まあ、慣らすと。あの 1-2cm 覆いかぶさるようにって書いてあったんで、まあ、全部入れても大丈夫そうだけど、うん、はい、こんな感じでなかなか綺麗にできたと思います。結構水っぽいけど大丈夫かな。まあでもね、水で30分つけるっていうぐらいだから、まあ大丈夫でしょう、きっと。まああとは多分重要なのね、部屋の温度なんですよね。10度から18度を確保って書いてあるんで、まあそのぐらいの温度でちょっとエアコン設定してやるかなってとこですね。で、ここまでやったらもう栽培袋、これに入れます。これも椎茸と一緒ですね。
これをもうこの袋のまま入れるって感じだね。二重になってるような状態ですよね。半分程度開けてくださいって書いてあるんで、まあ、半分ぐらいなんとなくこう閉じておくと。はい、ということでこれで基本の作業は終わりです。あとはこのまま待ってれば2週間ぐらいでえのき茸が出てくるということなんですけど、一応ね、乾いてきた場合はまたあの霧吹きでちょっとね水をこう含ませるってのもやった方がいいみたいですね。およそ2日に1度くらいが目安ですと。それではえのきくん、お願いします。はい、翌日です。1日目はどう？生えてないね。ちょっと見えづらいんですけど、どれも生えてないね。はい、まあ1日目では特に変化なしってことですね。椎茸よりはやっぱり時間かかるっぽいな、これは。まああんまりいじるとね、ダメになっちゃうと困るんで、このままにしておきます。はい、ということで本日3日目です。あのね、昨日ちょっと別のお仕事があって、撮る暇がなかったんですよ。で、1日空いちゃったんですけど、どうなったかな？えのきは、生えてきたかな？あれ？生えてないね。あの白っぽく見えるのは、あれ多分ね、石なんで違うんですよ。あー、なんか変わらずですね。3つとも特に生えてない。ちょっとあれかな、乾燥してるかな。一応ね、あの椎茸の時と同様温度はね一定に保ってるんですけど、まだ生えてこないね。つってまあ3日だからまあしょうがないか。椎茸よりは多分遅いんでしょうね、ということを願う。でちょっとなんか乾いてるっぽいんで水を少し追加しますか。ちょっと霧吹き程度にしておきますけど、これでちょっと水をね湿らしておきます。頼むよ。はい、同じくもう2つもやっていきます。ちょっとこう全体を湿らすような感じでね。まあこれでいいのかどうかは分かんないけど、精一杯やりましょう。はい、また翌日なんですけど、なんか変化ないっぽいな。生えてないね。生えてないよね。今のところはあまり変化はないですね。まあ若干乾燥してる感じには見えるので、ちょっと湿らしておきます。まあ気長にやっていきましょう。さーて、今日はどうかな。特に変化なしって感じですね。まあ軽く湿らしておきます。はい、今日はどうでしょうか。ちょっと待って、いきなり結構生えている、なんてこった。いやー、でも嬉しいな。まだまだかなり小さいけど、おお、こっちも生えてきてる。おお、なんかあれだね、やっぱえのきだからまとまって生える感じですね。おお、こっちでかいじゃん。ちょっと待って、おお、これ一番でかいね。てかなんかえのきにしてはでかすぎないか、ちょっと傘が。あー、でもこんなもんなのかな。えのきってもっと小さくないっけ。ついに、ついについに発芽成功です。ありがとうございます。ただね、やっぱ乾燥しますね。とにかくこの間濡らしたのが良かったんだろうね。これね、多分結構湿ってる方がいいっぽいな。うん、まあこんな感じでちょっとね、今後に期待したいと思います。なんとなんと、えのきくんはこうなりました。ちょっと待って、急にめちゃくちゃでかくなってんだけど。お前らすごいな。おい、見てこれ、えのきってこんなんだっけ、こんなでかい。ちょっとすでにね、あの育ちすぎ疑惑なんですけど、これ大丈夫だよね。なんか違うキノコじゃないよね。毒キノコとかじゃないよね。まあでもえのきっぽいっちゃえのきっぽいんですけど、ちょっと明らかにでかいなこれは。特にね、この一番右側のこれが大きいんですけど、こっちはね、まあ でかいなこれもな。でかいけど、でかいけど、まあ、横から見るとね、まだえのきっぽいっちゃえのきっぽいですね。まあ、僕の知ってるえのきってもっと細くてちっちゃいイメージなんですけど、これやっぱ育ちすぎなんですかね。いや、発芽してからは早いんですね。なんだけど、その左側のこれ、こっちはねそんな大きくないっていうか、まだまだ小さいんですよね。うん、ほらあれか、こっちちょっと乾燥しちゃってるからかな。この間ね、同じくらい濡らしたんですけどね。でもあの濡らしたのが多分良かったんだろうね。一気に伸びたもんね。はい、ということでえのき収穫していきたいと思います。こんなでかいえのき見たことないんだけど、食べられんのこれ。はい、ということで改めてちょっと近くで見てみたいと思うんですけど、こんな感じ。こんなでかいえのき見たことないよ。これ抜いてもいいし切ってもいいってことなんですけど、切ったらなんか全部バラバラになりそうなんで、抜いてみます。抜けるかなこれ。ほんとやったこと、あ、抜けるわこれ。あ、
いけてるいけてる。はい、こんな感じで取っていきましょう。下の方を持って抜いていきます。はい、ということで収穫いたしました。水洗いします。まあ土を落とす程度かな。よし、それでは味噌汁を作ろう。豪華にこのまま入れちゃうかも。こういう感じで、おお。さあ、あとは味噌を入れていきましょう。っていうかさ、今気づいたんだけど、石突きの部分取るの忘れてたわ。やってまってんなこれ。まあもうしょうがないもんね。はい、ということで OK!OK! よいしょった。なんかなめこ汁にしか見えないんだけど、えのきの味噌汁です。いただきます。お、香りはいいね。ん、スープは美味しい。あのきのこの出汁が出てますね。きのこはどうなんでしょうか。うん、あ、美味しい。あれ、うん、大丈夫だね。あららららら、特に問題ないですけども、なんかなめこっていう感じもするけど、あの大きいやつもね、別に全然食べられます。ただ石突きは取るべきだった。ごちそうさまでした。ほーん、ということで、今回はえのき茸の栽培に挑戦したんですが、売ってるえのきはすごい。皆さんね、当たり前にスーパーでえのき買ってくると思いますけど、今見ていただいた通り、素人がやるとこれですよ。あれすごいよね。いや、のスーパーで売ってるやつって統一されて綺麗にできてるわけですよ。あれプロだね。まあえのきね、しっかり生えただけ良かったとは思うんですけど、やっぱり売ってるみたいな綺麗なものを作るっていうのはね、かなりの難易度だと思います。やっぱり温度湿度、難しいですね。はい、ということで、また次回の製菌 TV でお会いしましょう。 See you next time。